レムリア大陸、創世の女神によって作られたと伝えられている広大な大地。その地で人々は平和で豊かな暮らしを送っていました。女神はそれを見守りながら安心して眠りについていました。そして人々の間で女神の存在が神話となり、幾千層の月日が流れました。ある時、大地に闇が降り注ぎました。楽園だった地には魔物がはびこるようになり、一転して絶望の世界へと姿を変えてしまいます。漆黒、絶望、邪悪、苦難が世界中に広がっていきます。人々は神に救いを求め祈りを捧げましたが、残念ながら女神がそれに応えることはありませんでした。結局人々はレムリア大陸の地より離れることを余儀なくされてしまいます。人々が向かった先は人類最後の砦、空に浮かぶ島、青天宮。そして今では人々は皆空に浮かぶ島で暮らしています。大陸の地表は未だ暗黒で満ちており、黒い霧に包まれています。しかし苦しみの中にあっても人々は祈ることを諦めませんでした。人々が女神に祈り続けると、空の向こうから奇跡が訪れました。隕石が大陸へと突き刺さり、大陸を包んでいた闇と大地が割れたのです。そして人々はその地の下に新世界を発見しました。創世の女神を探し出し、大地を蝕む闇の原因を解き明かし、真にレムリアの地を救う。これが数多の人々が命を懸け、黒い霧があふれた大地に向かう起源となります。そして私が一番好きなお話、信仰者とストライカーが共に闇と悪に立ち向かう希望と光に満ちた物語。そうそう、自己紹介を忘れるところでした。私は世界の観測者アレット。多くの秘密を知っていますが、私はただの観測者にすぎません。ですから残念ながらあなたたちの旅に同行することはできません。ペーレ、そしてシーマ、私はここで二人の旅路に祝福があるよう願っていますね。任せてください。この世界のため、私が守らなければならないあの人のため、これだけは私といえど真面目にやり遂げます。ええ、私たちはそのためにここにいるのです。騎士の名誉にかけて私は未来を救う希望を必ず見つけ出します。おい、ここが正念場だ。気合を入れろ。分かってます、みんなお願い。大丈夫、私たちなら勝てるよ。ああ、これまで歩んできた私たちならば何も問題ない。後方支援は任せてください。来ます。うわあ、うぞうむぞうの集まり。
前の力はその程度だ。戦場では生き残れないぜ。さあ受けてみな、サンゼロイヤ。上には上がいる、ことわざを知らないならばその身をもって知るがよい。ひざまずけ、ベノムフィア。お前の力はその程度だ。戦場では生き残れないぜ。さあ星よ、すべての敵を噛み砕け、流星のアギト。私は誰一人見捨てたりしません。皆さん、このお薬で元気になってください。ふん、これで終わりか。次も油断するなよ。せいはっ、こいつで最後だ。とりあえず目的の魔獣は倒せたようだな。今回もなんとかなったかな。そうですね、みんなお疲れ様です。まずは傷を治療しましょう。皆さんボロボロ。エミルさん、どうしたの。あれは一体何でしょう。あれ、あ、何ですか、あれは。穴かな。真っ黒い闇。バカ者、ほうけている場合か。今すぐ全員離脱するぞ。くそ、間に合わねえ。こうなったらこいつだけでも。みんな、この世界はもう。転移成功、ただいま。お疲れ様です。ヘイレ、得意点は見つかりましたか。もちろん。何これ、気持ち悪い。それにここはどこだ、一体何が起きた。確か俺は通信端末の画面に出てきたメッセージを見る。まさか壊れた？こんな不具合初めて見た。あら、画面が消せない。強制終了もダメ？なんだこれ。こうなったらもうバッテリー抜くしかないか。とはいえそれは最終手段だし仕方ない、選んでみるか。ハイにしてみるかな。意味はさっぱりわからないけど。今度は何だ、通信端末から声。誰だ。だ、画面の中から人が。どもども、はじめまして、私はペーレと申します。ペーレさん、獣耳に尻尾。あれあれ、私のお耳と尻尾に興味がおありですか。でも残念、お触りするならお金取りますからね。はあ。まあ、あなたの性癖はとりあえず置いとくとして。性癖。今あなたの救いを待っている世界があります。だから私に力を貸してください。得意点。話がさっぱりわからない。引っ張るな。だー、そうだ、いきなり通信端末にメッセージが来たと思ったら変な女の人が画面から俺を引っ張って。
あ、なんか踏んつけてる。ごめん、大丈夫か。あ、はい、なんとか大丈夫です。ありがとうございます。ピピ、得意点二人いる？あれれ、いつの間にもう一人増えたんですかね。どういうことですか。あなたが連れてくる予定の得意点は一人の。変ですね。あの女の子は知らないんだけど、いつの間に。不審者発見。ピピ、迎撃モードに移行します。誰が不審者だ。怪しいのはそっちだろ。いえ、その必要はないでしょう。召喚されたというのならば、この二人はどちらも得意点なのでしょうから。ピピ、了解。通常モードに移行します。まったく、いきなり人のことを不審者呼ばわりするとは。って君たち、なんて格好してるんだ。特撮？撮影中間何か。言ってることが意味不明ですね。ペール、まさか説明もせずに連れてきたのですか。だってそんな説明する余裕なんてありませんでしたし、それに説明しても信じてくれるとは限らないでしょ。100の言葉よりもその目で直接見てもらった方が早いし。ペール、いつも適当だからいつものことです。あのさ、これは一体何の冗談なんだ。それともドッキリ。まあどうでもいいけど、無関係の俺を巻き込まないでくれるか。俺は君たちの遊びに興味ないし忙しいんだよ。それじゃあな。あ、ちょっと待って。待っても何も、説明せずに連れてくればああいう反応をするのは当たり前でしょう。ピピ、得意点追いかける。あのああ、そういえば二人いたんでしたね。どうしよう。シーマ、仕方がありません。この女性に説明しつつあの人を追いかけるとしましょう。申し訳ありません、話は歩きながらさせていただきます。ですがその前に自己紹介をしましょう。私の名はシーマ、そちらの女性はペーレと申します。あ、私はリータと言います。まったく、端末はバグるわ、変な人に絡まれるわ。今日は散々だな。さっさと帰って。で、ここどこだっけ。仕方がない、地図アプリを起動してと。さっきの人たちが追いかけてきた。はあ、はあ、猛獣なんで。ギャーッ、爪、牙、誰か助けてくれ。召喚システム起動。システム起動確認。ストライカーを召喚しますか。何このシステム、よくわからないけど、こうなったら。ピピ、召喚の反応を確認。デバイスを取り込みます。え、あ、俺の端末が食べられた。どうしよう。俺の端末が、いや、そもそも猛獣が。だ、もう何が何やら。ピピピピ、システム解析中。ちょっと、なんかものすごくバグって。召喚機能解析完了。システムを再起動します。システム再起動に伴い、新たにユーザーネームを登録してください。名前、
名前を言えばいいわけ？俺の。なんだよ。あたし、なんでこんなところに。通信端末を食べた丸い何かから今度は何か出てきた。人？あなたは誰？それに魔獣？一体何がどうなって。うわあ！あ、危ない！じゃあな。雑魚かと思ったら意外とやるのかしら。少し楽しませてよ。もう一人現れた。もしかして俺を助けてくれたか。危なかった。危ないところをありがとうございます。気にしないでいいよ。助けようとしたわけじゃない。あっちはまだやる気に。状況がよくわからないですけど、どうやらあっちが敵みたいですね。あなたが私たちを呼び出した人なのかな。そうみたいね。でもすっごく弱そう。弱そうで悪かったな。でもさっきは助かったよ。ありがとう。でもあんなヤバそうな猛獣を相手にしてられない。君たちも早く逃げよう。逃げる？私？冗談じゃ。そうです、私たちはあんな魔獣に遅れは取りませんから。え、まさか二人ともあれと戦うつもりなのか。もちろん。大丈夫です。あなた、いいですね。さあ出発です。後ろは任せてください。この天才魔法少女が守ってあげたんですから、死ぬはずないですよ。魔法少女？うん、俺の知ってる魔法少女とちょっと違う気がするな。あの黒い霧の魔獣は期待外れの雑魚だったけど、あなたはそれ以上に弱っちいわね。得意点はもう少し体を鍛えた方が良いですね。理不尽。あ、ペーレさん、あの人がいました。え、もうようやく見つけましたよ。一人で行動したら危ないですって。あらら、ちょっと見ないうちに人数が増えましたね。ええ、どうやらストライカーを召喚されたようですね。そうみたいですね。私たちが説明する前に召喚をしちゃうなんて、さすがは得意点さん。しかも魔獣と一戦交えた上に難なく勝っちゃうなんて、これは素晴らしい召喚者になるかもですよ、シマ。そうですね、なかなか期待できそうです。いや、期待しないでいいから。俺はもう家に帰る。こんな猛獣がうろついてるところになんていられるか。命がいくつあって。帰るですか？
得意点さんは先ほどから帰る帰ると言っていますけど、ここがどこなのか知らないのでは？いえ、むしろ本当の意味でここが何なのかはもう分かっているのでは？その顔は図星ですね。ああ、怒らないでください。ちゃんと説明しますから。おそらくもうお気づきでしょうが、ここは得意点さんのいた世界とは別の世界、つまり異世界というわけです。あなたを連れてきた目的は一つ、助けてほしいのです。助ける？さっきの魔獣ならもう倒しただろ。ならもう俺の役目は終わりじゃないか。魔獣ですか？違いますよ。まあ黒い霧の魔獣が全く関係ないわけではないですが、今は無関係ですね。あんなのはただのハプニングです。あれをハプニングで済ませるのか。ということがあって、俺の端末がその丸いのに食われたんだ。そしたら次は丸いのからそっちの二人が現れたんだよ。なるほど、得意点の力を持つ道具をオムニが吸収したと。これはなかなか興味深い現象ですね。興味深くないっての！それよりこっちの状況は説明したんだから、今度は俺の質問に答えてもらうぞ。ここはどこだ？得意点ってなんだ？君たちは俺に何をさせたいんだ？それに君たちは一体何者だ？私はフェーレです。そっちの彼はシーマね。それでそっちの丸いのがオムナンデスと申します。私たちはずっとあなた方を探していたのです。得意点、俺たち、それに得意点って何のことだ？あなたはさっきそのオムニからストライカーを召喚しました。私たちはあなた方のように召喚の才能を持つ者を探していたのです。結局よくわからないんだ。つまりあなたたちは特別だってこと。はい。こちらの世界では本来いくつもの手順を踏まなければストライカーを召喚できないのです。でもあなたは違いました。あなたはあの機械を食べたオムニだけでストライカーを召喚し、そんなに褒められると照れますね。褒めてない！っていうか俺の端末返せ！ピピ、やめてください！壊れちゃいます！俺の端末、まあ食べられちゃったものは仕方ないですよ。そんなことより、先ほども言ったように私たちはあなたたちに助けてほしいのです。俺の端末がそんなこと扱う！後で絶対取り返してやるからな！それで、さっきもそう言ってたな。でも助けるって具体的に何をしてほしいんだ？助けてほしいのは、この世界そのもの。私たちが生きる、この大地です。世界そのもの？はは、救世主にでもなれって。ええ、つまりはそういうことですね。マジ？はい、マジです。本気なのか？いや、その顔は多分本気なんだよ。はい、この件に関しては冗談や嘘偽りはありません。ペーレの言う通りです。それほどまでに私たちは追い詰められています。もう一つ質問だ。もし俺が協力しなかったらどうなる？滅びますね。滅びる？そう、このレムリア大陸がね。やっぱり私ってば天才魔法少女。ご褒美のプリン期待してますね。楽しませてよ。この天才魔法少女を地球内に
お任せです。やっぱり私ってば天才魔法少女。ご褒美のプリン期待してますね。天才魔法少女強くなったらご褒美にプリンをもらえたりしません？ようこそ。ここが私たちの拠点、モールハウスです。今日も一日順風満帆な日になるといいな。ふむふ。私を変なところに連れ込んだあなたはど、貴様が我を勝手に召喚しておる。改めて、私はシーマと。お？私に助けてほしくて召喚したのか？あれ？ここはどこかな？